魚の塩。はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、このゴールドディガー賞ではね、なんか3ヶ月後、どうやらコールロスさん、とんでもないことになるっていう話なんですけども、ちょっと順番に、まあ、ちょっと飛び飛びなんでね、なかなか分かりにくいかもしれませんが、例えば、じゃあ最初から行きましょうか。この小諸圭さん、再試験のね、この合格率、ね、2月の試験ですよ。まあ、最初の動画でもちょっと言いましたけど、だんだんこれ、合格率、この下げて、この、要は数字のこの、なんていうのかな、まあ、嘘というか、マジックというか、だんだんこう、いじって、ね、もう合格しなかった、ね、でもしょうがないんだっていう、そういう方向に持って、ここの記事をどんどん投下していくんですけども、20% なんだって。あれ最初そんなこと言ってなかったよね。せいぜい 45%、半分切るみたいなこと言ってませんでしたっけ、うん、で、まあなんか再試験の合格率は 20% だと。低いんだぞと。やべんだぞと。落ちれば会社クビの可能性もある。ね、なんか1000万のこの借金踏み倒し確定かみたいな。だんだんなんかそういう方向にね、こんな記事も飛んでくるわけですけども、秋篠宮、あ、もうこの辺はいいや。ね、滑ったと。で、9000人受けたぞと。で、この2割って話はどこで出てくるんだ？で、まあ、なんだろう。まあ、実際のこの合格率はね、この同級生は9割超えてたんだよね。で、そんな鉄板状況の中、まさかの不合格。聞けば、試験はアメリカ生まれ、アメリカ育ちのネイティブに寄せた作りになっていて、海外からの受験者は長文の問題を読むだけで一苦労だという。それ分かってて受けたんじゃなかったのか？とはいえ、試験結果が覆ることはない。小室圭さん、来年2月に行われる司法試験を再び受験するつもりだというが、すでに就職が決まっている法律事務所 L は激務で、仕事で勉強、また始まったよ、この言い訳。仕事で勉強の両立はほぼ不可能。ね。あれさっきは不可能とは言ってなかったよね。相当大変とは言ってたけど、もうね、両立不可能みたいなこと言ってるよ。だって最初違いましたよね、だって。半分ぐらいは受かる。ね。しかも、ね、間違えた部分だけ合格すりゃいいんだから、楽勝だぐらいのこと言ってる人もいたよね。ね。もう今じゃもう2割。ね。ほぼ不可能だと。勉強する時間なんかねえんだわ、みたいなこと言い始めちゃうんですよ。適当だよな、ほんと。で、2回目になると、合格率はガクーッと落ちるんだって。せいぜい2割程度。小室夫妻にとってアメリカ生活の大前提が崩れることになります。だからアメリカから日本に帰りますって、そういう風に繋ぐんでしょ？どうせな。こうなると、かねてから伝えられる小室圭さんのお母さん、佳代さんの金銭問題は踏み倒しが濃厚だと。いや、もう踏み倒してるかな。弁護士試験に通っていれば、小室圭さんの初年度の年収が200万円程度。今更しかし、不合格のままなら年収は600万に激減。さらに2回連続で落ちたら、この事務所がクビになる可能性があると。現在、一家の大黒柱は眞子さん。1億円ほどの貯金を崩して生活している。ほんとかね。その原資は我々の税金なわけで、佳代さんの金銭問題解決のために使えば大変なことになるだって、今更。眞子さんの助けが期待できない以上、小室さんは働いて返すしかありませんが、600万円ではどうにもならない。つまりは解決金支払いを先延ばしにするしかありません。よく言うわ。で、元婚約者 A さんは、高齢で最近は体調も優れん。まあ、この辺はまあいいか。でね、まあ、海を渡ってしまえば、だアメリカにね、要はもう生活拠点アメリカに築いて、アメリカで仕事しながら、アメリカで暮らしていくということになったら、金銭トラブルがね、迷宮入りだなんてことを今更言ってるんですよね。違う違う。ポイントはね、そこじゃないんですよ。まずこの学校の話から、ね、このいろいろこの疑いの目を向けられてましたよね。そもそも本当にいたんですかと。ね、あとこの卒業資格、本当にあるんですかと。受験資格あるんですかと。受けたんですかっていう、そこですよ。でね、このほら、前にちょこっとお話しましたかね。要はこの同級生も黙ってないはずだっていう。ね。で、このフォーダム大学のこの卒業生名簿からね、このクオモーロ、今名前削除されてるんですけども、これもちょっと解釈がね、この二通りあって、この卒業式に参加していた人、いない人、だから要は卒業式に参加してなかったから、卒業式参加者名簿に名前がないだけだって言ってる人もいるんですけど、僕はそれ違うと思うんですけども。で、このね、削除されたその理由がね、この同級生たちが、ね、この授業の受講状況ですよね。実際この授業を受けて勉強してたかどうかについて、これ丹念に調べ上げて、大学にね、このフォーダム大の方に報告した結果だったらしいんですよ、どうやら。で、まあ、この小室圭さんの、この、なんだっけ、なんたらサンダラ、なんたらサンドラ法律事務所だっけ？これはもう解雇確実だろうと。ね。で、もう、ね、この眞子さんは眞子さんで、この御所に里帰りして、ね。で、もう秋篠宮様に泣きつくだろうみたいな。あくまでもだろうですよ。ただこの根拠となる事実として、ここが大事なんですけども、で、このフォーダム大学のこの卒業式、5月でしたっけ？ね、この学位取得者名簿にね、このコムーロの名前は載ってたんですけども、ね。で、だから、この5月23日の卒業式の時点では、この小室圭さんはね、この受験資格を持ってたことになるんですが、だがしかし、この後なんですけども、ほとんど授業に出てこなかったやつがなんで卒業できるんだと、これ憤慨した学生たちがいまして、ね。で、彼ら
がね、うん、この小室圭さんのこの受講状況について調査し始めるんですよ。で、しばらくして、まあ、この調査結果をね、このフォーダム大学に上げた結果、が、まあ、この大学の方が小室圭さんの名前を卒業生名簿から削除したっていう流れがどうもあったらしいんですよね。で、この小室圭さんが、この7月のこの試験ね、この受験した可能性はま、あるんですけど、9月までにこの小室圭さんのこの学位が取り消されてるんで、まあ、10月29日にね、この、なんだろう、この試験の結果が公表される前に、まあ、受験、失格になることはこの小室圭さんには分かってたんですよね。うん。だから日本に帰国して急いで結婚したっていう、そういう流れに続くんですよ。言ってる意味わかります？ね、さっきこの前の動画でさ、ね、一日違いで、なんでこの入籍急いだのか、これが理由なんですよ。だからもう、なんていうのかな、試験のね、結果がね、もう出るまで待つまでもなく、ね、そもそもがこの卒業資格を失効しているから、うん。だからもう不合格になるのは分かってたから入籍の方を急いだっていう、そういう話なんですよね。だからまあ、小室圭、しかもね、これもまたうさんくさい話なんですけども、この小室圭さん、ほら、ね、最初のコース、ね、1年目、ね、日本のほら、法学部卒業してないからさ。だからまあ、小室圭さん、このコース2年生から編入してますよね。だから1年、コースってのはそもそも1年生から3年生まであるこの3年セットって言ったらおかしいかな。3年間のプログラムなんですよ。そもそもが。だから1年生の時のこのコースの1年間を受けてないんですよ。講義を全く。だからこの J 学位の回復に、この1年時の講義の履修がね、絶対必須だと。もし、必須のはずなんですが。まあその場合は、この小室圭さんさらに1年間大学にね、通って勉強しなきゃいけなかったんですよ。だから、ね、来年2月のこの再試験ですよね。試験の時にはね、未だにこの学位を回復できてないことになりますよね。だって受けてないんだから、そもそもが。つまり来年2月の時点ではこのね、そもそも受験資格もないだろうと。で、あとこの小室圭さんがこの利用しているこのオプション、卒業後1年間、この要はこの無職の期間をこの、なんだろう、90日ぐらい、まあ、このアメリカ国内にこの滞在可能なビザの話なんですけども、これは日本など国外に出かけた期間もね、この無職である期間としてカウントされるんですよね。うん。だからこの小室圭さんは来年の2月の司法試験の前までにこの無職の期間が90日を超えてしまったっていう理由をつけてね、2月の司法試験は受験できませんでしたっていう体でね、アメリカのニューヨークのこの弁護士になれないのはね、アメリカのこの法的制約のせいだということを、まあおそらくマスコミを使ってね、宣伝してくるだろうと。だからもうね、弁護士資格取得は鼻から諦めてるんですよ。だから前からね、言ってますけど、結局唯一の真実って全てが嘘だったっていうことだけっていうのがいよいよ本当に、公に、確定しそうな本当今までの話がね、全部ひっくりっていう、そういう感じにもうなってきてるみたいですよね。うん。でね、このさっきのこの LLM が1年目で、ね、コースの1年分がっていう話の、まあ補足なんですけども、要はこう真面目にね、授業を受けてる人たちは、このコース3年通ってたんですよ。で、勉強してたんですよ。だから受かったんですよ。で、この例えばフォーダム大学のコースに入学するためには、この LSAT っていうこの法学の筆記試験で、ね、なんだっけな、180点満点中、160点以上取るっていう、そういう試験にパスする必要があるんですよね。で、内容はアメリカの4年生の大学のこの法学部卒業レベルの難易度で、まあそのいう筆記試験で160点以上取ることは、まあ小室圭さんにはね、うん、まあ可能不可能で言うと結構難しいだろうと。不可能だと思われて。で、このフォーダム大学の法学コースには、このコースの方がね、LLM コースっていうのがあって、こっちは筆記テストを受けずに、推薦状と自己文だけで入れるんですよ。まあ今違うのかな、入れた。小室圭さんは入れた。しかもこの LLM コースを1年終了するとね、コースに編入することができたんですよね。だからもう小室圭さんはこのルートを選んだっていうのは、まあ間違いないし、実際そうなんですけども。ただ、この JD コースにいた学生たちはね、真面目にこの LSAT のこの受験勉強をして160点以上取った学生たちなんですよ。そんなね、ハイレベルの学生たちがね、1年生の時に履修した基礎課程を、小室圭さんは全部すっ飛ばしていきなり JD コースを2年生から始めてるんですよね。編入してるから。1年目は LLM コース。この1年間が、このマーチン奨学金っていうやつで、全額チャラになってるやつですよ。で、小室圭さんよりも、はるかにね、この実際に勉強して、ね、試験にもパスしてきた優秀な学生たちがね、1年間かけてみっちり勉強した基礎知識を、小室圭さん何も知らないで D2 年目から参加してるんですよ。そんな状況でね、このコースのこの2年生から3年生の、要は応用課程。1年目が基礎。ね、2年目以降は応用課程。そういう講義
義内容らしいんですけども、そんなもんを受けてね、小室圭さんにとっては当然理解不能なんですよ。当たり前じゃないですかね、だってね。うん、その上だって小室圭さんはそもそもこの D 受けてないし、勉強もしてないから何もしてない状況ね、別に法学の専門用語の英語が全くね、この理解もできずね、解読すらできず、講義内容をなんていうのかな、こう配られるこのなんかプリントだったり教科書だったりね、この黒板なんかにこの書かれる内容なんかは全く理解できなかっただろうと。まあそりゃそうでしょうね。うん、だって1年ね、同級生とやってきたことがまるで違うわけですよ。で、要はこの小室圭さんはこのフォーダム大学のこのコース2年目において完全に落ちこぼれたわけですよ。うん。だがしかし大学の方にはね、この LLM コースの1年、JD コースの2年目からのね、2年目3年目のこの2年間で、J コース3年間を終了したことにしてくれと頼み込んでたんで、かろうじて卒業式の日に卒業生名簿に名前が載るようにしてもらうことができた。ここまでがロイヤルチートですかね。うん。だがしかしね、他のね、このなんかこう厳しい、そもそもがね、履修する前の段階でのこの厳しい試験も突破してね、コース3年間みっちり勉強してきた学生たちはね、うん、彼らのページにはなんてありましたっけ、その卒業式の様子が報道されてた頃ね、みんなね、全員一人一人ね、この写真と卒業メッセージね、記載があったじゃないですか。ところがね、小室圭さんのページだけは写真もないし、卒業メッセージも何にも記載されてませんでしたよね。どういうことだと。もしかしてアメリカでね、うん、孤独だったのかと、友達いなかったのかと、これいじめじゃねみたいな、なんか心配する声とかも当時あったと思うんですけども、でも絶対全然違うんですよ、話が。そもそもがね、普段のね講義にほとんど出席してなかったしね、そればかりか卒業式にすら出席してなかったじゃないですか、この人。うん。で、学年でただ一人のねマーチン奨学金なんてものを受けておきながらね、卒業式にも出てこなければね、一言の感謝の言葉もないって普通人としてありえますかね。しかも要は集大成ね、頑張って頑張って苦労してみんなでさね、乗り越えてきた卒業式って、要はそういう卒業式なわけでしょね。まあ、イベントっていうのもちょっと言葉軽いですけども、でもまあね、そういうね、うん、なんかこう映えあるね、映えるっつったらちょっと違うんですけども、そんな卒業式においてね、他の学生たちにとってこれほど無礼なね、失礼な話はないよね。もう何してくれてんだとね、今までの俺たちの、私たちの苦労に泥塗る気かよって。いや、同級生だと普通そう思いますよね。うん。まあ、空気読まないどころの話じゃないわけですよ。だからまあ本来アメリカのこの大学の講義では、学生たちがどれほどね、この質問とか議論とか行ったのかを、まあ成績をこの評価する上で重視しますよね。筆記試験この丸×で点取っただけじゃないってことですよ。だからそういう議論なんていうのかな、ね、全くていないばかりか、ほとんどの講義に欠席してね、卒業式すらね来ないね、その小室圭さんに非難集中するのは当たり前じゃね。何なんだあいつはと、そもそもが来てねえじゃねえかよ。で、じゃあちょっと一丁調べようぜとね、何だったんだあいつは、じゃなかったわけですよ。で、ほとんど講義に出てこなかったやつが、そもそもなんで卒業できるんだ。まあ学生たちは憤慨するわけですよね。で、小室圭さんのこの受講実績ね、実際にね、いつね、参加して何をしてきてたのかっていうのを調べ上げるんですけども、でね、この小室圭さんがそもそも日本の大学の法学部も卒業していないことも突き止め、で、この小室圭さんはね、一橋大学大学院、夜間だったかな、一橋大学の卒業生はまあほとんど行かない社会人向けの、夜間の専門学校みたいな位置づけのね、プログラムだったでしょ。で、それも、調べ上げるし、で、この愛知大卒一橋大大学院修了の、要はこの学歴ロンダリング、こういうことをしてきたことも突き止めるんですよ。で、小室圭さんの学位剥奪をフォーダム大学側に認めさせるんですよ、学生たちがね、同級生が。なんだろうな、結局さ、要はこの学生同級生たちがこの嘘を暴いたわけですよね。要はこのなんて読むんだろうな、なんちゃら、要はホーム博士のことですよね、日本語にするとね。だからここを卒業することでようやく司法試験の受験資格が得られるんですよ、アメリカでね。で、このコースを3年間修了するのがもう原理原則、うん、なのに小室圭さんは最初の1年を G じゃなくて M コースというね、推薦状と自己ブルだけでパスできる入り口を選んで入ってきてるんですよね。うん、これはあの法務修士ですよね。あの修士課程派が、要はこのなんていうのかな、マスターとドクターの違いね、これ日本の大学でもそうじゃないですか。うん、だからまあ LLM ね、小室圭さんはこの方法を使ってこの
コースの1年目をすっ飛ばして2年目から編入されたのさっき言いましたよね。だから当然授業の内容もさっぱりわかんないんですよね。だって JD1 年目の基礎学力ゼロね、そもそもコースに入学できる実力も何もなかったわけでしょね。うん、最初からバレるだろそんなのね、なんでそんなことしたのかと。だからまあなんだろうな、結局同級生たちにやっぱりこの恨まれるようなね、露骨にね、ちょっとロイヤルチートもうちょっとこっそりうまくやればよかったのに、堂々とねドヤ顔でね横入りしてきたもんだから、何あいつおかしくねってそんなんなるに決まってるじゃないですか。うん、まあその辺がねちょっと分かんなかったのが運の尽きだったのかもしんないですけども、友達いなそうっすもんね。だってうん、アメリカのねこの生え抜きのねこの学生たちがね、エリートコースを約束された日本のプリンスの嘘を暴いて、まあそれが通った格好なわけですよね。まあ落ちこぼれって言ってもいいのかもしんないですけども、まあ要は単位数が不足していたとね。だけど無理やりなんかこうね卒業した格好にさせてくれと、うん、っていうロイヤルチートを聞かして、もう我慢ならんと、おかしいじゃねえかよと、授業も受けてねえくせにどうなってんだと、で調べ上げられて全部バラされた、で削除され、そういうことだったわけですよね。うん、まあ要はあれでしょ、結局実力も何もないままにね、うん、散々このねロイヤル三昧でもう歴史上というかもう地上ね、もう見渡してもどこにもないようなね、いかつい高い高い下駄履かされたところでね、うん、無理やりねこのエリートコース歩まされても、歩まされてっておかしいですけど、まあろくなことにならないっていういい証拠ですよね。うん、これはもう小室圭、これ以上恥ずかしいことはないですよ。いや、小室圭さん個人がね恥かくのは全然大いに結構ですけど、これ日本の皇室皇族の方々も大いに迷惑こうむってるわけですからね。うん、まあ今から離婚とかってどうなんだろう、できんのかな。うん、少なくともなんかこう小室眞子さんのプライドは大いに傷ついてると思うんでね、あるいは眞子さんのねこの奥さんの方のブチ切れ具合によっては、あるいはあり得るかもしんないけど、さあどうなるんでしょうかね。つけおきますとね、うん、これがあくまでもさっきお話ししたねこの事実ならですよね、事実であればコムールさんが思いっきりこのね受講実績ね、ただまあかつて経歴も思いっきり詐称してたんでね、この受講実績もね嘘こいていたとね。だけどこの調査したね、同級生が調査して不正を暴いた、要はもう未来の弁護士としては、まあもう実際もう弁護士になっちゃってますけど彼らはね、うん、いや非常になんだろう加点になりますよね。うん、評価上がるでしょう。だって相手の弱点を暴く洞察力と、要は調査能力がまだ弁護士として現場に入る前にね、もう卒業と同時にね、うん、これをやってのけたっていう証拠の一つになりますからね、そりゃ同級生の彼らはねもう活躍するでしょうよ。いや、やっぱりねロイヤル三昧で実力が何もなかった人とは全然違うんすね。もうそんなところでね、彼らとね、うん、なんだろうこの切磋琢磨といえば聞こえはいいですけど、もう生き馬の目抜くようなね、うん、そんなね厳しいところでやってけるわけがない。うん、やめた方がいいっす。うん、もう日本のさね渋谷邸で、うん、ロイヤル生活保護がお似合いですよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。ロイヤル劇場。僕たちロイヤルカップルと違って一般の愚民どもはさ、出国するだけでもチェックやら審査やらいろいろ大変そうだよね。うん、そうね。選ばれたロイヤルVIPの僕やマコちゃんはインペリアルパスポート所有者だから、すべてロイヤルノーチェックのインペリアルスルーだから楽でいいよね。あんたのどこがロイヤルVIPでインペリアルスルーなん？うちに拾われてなかったら学歴ない職歴ない実力ないコネもない金もない信用も信頼も何もないあんたなんか、どこ行ったって門前払いの即出禁扱いじゃないのよ。っていうかあんたんパスポートなんかうちのとデザイン違くね？ちょっと見せてみなよ。ちょ待てよ。おもけんのパスにじゃない、任してんじゃん。てのこらマコシェンごめん。はい、どうも、カッパ園長です。まあ、おそらくなんかこう、気づいていたというか、まあなんかそういうね、まあ噂、あくまでもなんかこう、都市伝説レベルというか、噂レベルというか、まあ一応なんかこう、証拠のね、この画像らしい、なんか裏付けみたいなのが、ないわけではないんですけど、ちょっとね、判別つきづらいというか、なんか弱いというか、まあそういう可能性もあるかなぐらいにしかならないんですけどもね。これ何かっていうと、多分ね、うん、なんとなく耳にしたことは皆さんというかご覧になったあなたもあると思うんですけど。だからね、このね、クオモロイヤルゴールド D さんのね、うん、パスポートがどうも日本のものじゃねえんじゃねみたいな。うん。っていうかこれ、半島のあの国のやつじゃねみたいな。そんな話が出てきちゃって。でね、うん。確かにこれ画像、例えばこの最初のやつ見てもらう
いますと、この左のやつね、まああなたも実際にね、この日本のこのパスポート、うん、お持ちの方だったらもうすぐね、お分かりいただける、まあ現物見ればそのまんまですけどもね、日本のパスポートってこのね、左側のこのデザインじゃないですか、画像のね、まあ赤いのと、なんていうのかな、この濃紺というか、で真ん中にね、まさにね、この日本っていうね、なんかどっか端っこの方にさ、なんかこうマークとか、なんかアップのなんかこう埋め込まれてるとかさ、そういう感じのデザインではないですよね。うん。文章も、この、なんだっけ、紋章、この菊花紋章、ね、まあ日本国、なんて書いてあるんだっけ、まあ旅券か。で、菊花紋章、ジャパンパスポートって英語で書いてある。で、なんかね、全部この真ん中に、中央に、揃えて、デザインされてますよね。日本のパスポートはね。うん。で、それに比べると、そうじゃないデザインの、まあこれ国地域によって当然違うんですけども。でね、とある半島のお隣の国のね、パスポートの場合は、なんだろうな、日本だと一般的には、一般人の、我々一般日本国国民が持てるパスポートって、5年と10年。でね、あともう一個なんか茶色い、この外交官とか、いや外交特権を持っている、なんかその外交官用、外交旅券って言うんでしたっけ、種類的には。がなんか茶色いデザインのやつらしいじゃないですか。ね。まあ僕ちょっと現物見たことがないんでね。うん。画像でしか確認できないんですけども。でね、この右側のやつ、この画像のね、この右下の方ですかね。パール半島のあの国のね、このパスポートのデザイン。ね。明らかに日本のものとは違いますよね。うん。右上になんか、この紋章チックなのが入ってて、でまあなんかあの国の言語と、アメリカ語でね、この書かれている。うん。まあ、パスポートみたいなことが書かれてるんでしょ？うん。で、この右下の方にちょこちょこっと、これなんだろう？これチップかなんかかな？ IC チップですよね、多分ね。うん。なんかこの隅っこに、あるやつですよね。うん。こういうデザインなんでね。まあ、その証拠の画像じゃないんですけども、一応なんかほら、ね、クオモウケイさんがこの出国手続き、ね、この日本から旅立っていく時のこの様子ですよね。うん。まあなんか航空券と、まあパスポートをなんかこの重ねてね、このなんか持っている、その様子なんですけど、ちょっと見にくいんですよね。ただこのデザイン的にね、日本のパスポートだったらこの右端とかさ、ね、まあ逆さだったとし、逆さだったとしてもこの真ん中の上の部分にこのなんかこのチップらしきのが、ね、日本のほらパスポートのデザインは、全部文章もこの紋章もね、チップも全部真ん中に揃えて配置されてるでしょ。うん。あの国のやつは違うじゃないですか。なんていうのかな、この正面から見て右側にこの揃えてっていうのかなって配置されてるからさ、これひっくり返して持ってたりとか、この裏側のデザインがちょっとね、わかんないからなんとも言えないんですけどもね、その辺なんですよ。まあ多分ね、ググればいろいろ出てくると思うんですけども、ちょっととこれだけだとね、どうなのかな。でね、一説にはさ、ね、このなんか外交官用のを持ってたみたいなね、外交旅券ってテレビで言ってたみたいな、ニュースでも言ってたみたいな、この外交官じゃねえだろなんで外交旅券持ってんだって、そこもなんか変な話ですよね。うん。だって公務ですから、ね、ただもしですよね、何せほらこれまでもこのロイヤルチートバキバキに聞かしてこられた方ですからね。うん。あるいはこのロイヤル特権みたいな、そういうのをこの利用していたんだとしたら、あるいは一般人のね、5年とか10年とかその2種類の、いわゆる一般的パスポートとかそんなものではそもそもなくて、まあなんかそのロイヤルパスポート的な、インペリアルスルー聞かせちゃうような、なんかそういう特殊なパスポートを本当に持ってたのかもしんないですけども、でもね、それを言ったらさ、うん、そもそもなんかほら、ね、このわざわざ戸籍を移してとか、うん、なんかこうね、ビザが、パスポートが、みたいな、ね、このマコさんの方の手続き、あれがそもそもじゃあ、ね、うん、だって、クオモウロさんにそんな外交旅券か、なんかこのね、この皇室特権を利用して、ね、なんかそんななんかこう一般、およそ一般人が使えないような、手にできないようなね、うん、用意するんだったら、そもそもマコさんの方だって、そっち、それを用意するべきじゃん。で、用意するはずじゃん。なんかどっちもなんかね、あくまでもなんかそういう可能性があるんじゃないか、みたいな。なんかどっちも弱いんだよな。ただまあ、なんとなくこのね、持ってるこの証拠画像っていうのかな、この航空券重ねてさ、確かにデザイン的になんとなくこれがもし正面のね、うん、パスポートの正面の絵だったとすればね、このなんていうのかな、向かってとかその画面上で右上にこうね、デザインがこのなんかマークっていうか紋章みたいなのが来てるでしょ、それっぽく見えなくもないんだけど、もしこれが本当だったらね、
マコさんは日本のパスポート。あれ、違うのって。こんなことがまさかのそんなことありえるのかしらみたいなね。うん。まあ、どうなんだろう。ね、そもそもが日本のパスポートじゃない可能性もあるし、じゃなくてそもそもそんな一般のね、我々一般人のね、このパスポートなんかじゃないとね、皇室特権でね、この外交旅券を持っているんだとね。ただそれでもさ、色は違うだけでデザインは一緒っていう話ですよね。うん。茶色いんでしょ？でもその日本国パスポート、ね、日本のパスポートはそのデザインは変わらないはずだってるから、なんかそれもなんかちょっと違う気がするんで、いまいちなんかよくわかんないんで、もうちょっとこれなんだろうな、この詳細なというか、綺麗なね、はっきり判別できるね、なんかサンプル画像みたいなのがね、あればいいんですけど、ちょっととわかんねえ。なんかね、たださ、その実家の方のなんかこの怪しい戸籍が、の件があったじゃないですか。ねえ、やたらと亡くなってる人がちょっと多すぎね、おかしくねみたいなさ。そういうのも合わせて考えると、あるいはなんか、いよいよ送り込まれた工作員からの方から来ましたみたいな。そういう話も出てきちゃうのかなって。うん。ただ陰謀論的なのはね、なんかあんまりこう、あんまりなんかこう、腑に落ちない話はなんかね、したくないんでね、あくまでもなんかそういう可能性があるんじゃねみたいな、まあちょっと面白おかしいレベルでね、まあなんか一応ね、そう騒が世間でね、一部界隈で騒がれていた、ね、このパスポートの件でしたけどもね、どう思いますこれ。やっぱりなんか日本のパスポートじゃなく見えなくもないですよね。これがね、もし本当にね、とある半島のあの国からのね、っていう人だったら、まあ大変だな。さすがにそれはないと思いたいですけども。まあでもあってもおかしくないのかな。どうなの？ちなみにね、全然違う話というか、これも一つの、今までもさ、ね、あの半島の、ね、とある半島のあの国のメディアがね、この小室圭さん、眞子さんの、この婚約発表からずっとちょいちょい定期的にね、まあニュース、記事、ね、興味持つなよっていつも思ったんですけど、まあ、ね、この発信されてきたじゃないですか。で、どういうわけかね、特にこの小室圭さんに対するこの批判、まあ一般のあの国の人たちのコメントはまあとりあえず、置いといて、そのメディアのこの報道の仕方としてね、なんかほら、日本のマスコミもなんかコロコロ手のひら変えるから、一貫性は決してないんですけども、なんだろうな、ずっとこの擁護する立場のよ、あの国のね、メディアのね、報じ方だったと思うんですよ。で、今回もね、このあの国でね、この小室眞子さん、小室圭さんね、特にこの小室眞子さんのこの一時金受け取り自体なんかがこう特に評価されてて、一方ね、あの国の大統領一家がなんか猛批判みたいな、だからなんかほらね、そのなんかこの二人に対して批判的なこの厳しい内容の記事、基本的にはメディアの方から飛んでこず、むしろ二人をね、批判する我々日本国民がおかしいみたいな、まあ、なんかこうストレス社会でね、今の日本の縮図だみたいな、まああの国の人たちの発想としてね、内容がね正しいとか間違ってるとかってとは関係なくね、とにかく日本の何かとか日本の誰かとか日本企業とかをまあとにかく腐したい人たちですからね、内容はまあさっぱり理解できずにね、まあここぞとばかりにね、日本国民はやはり歪んでいるとかね、常軌を逸しているとかね、なんで二人の幸せをね素直に祝福してあげられないんだみたいな、まあなんかそういう方向でただまとまってるだけかもしんないんですけども、まあそう考えるとほらね、自分たちのとこから送り込まれた工作員をさ、まさか批判はしねえよなみたいな、まあ、そんなね、なんか結びつけ方がちょっと緩いし、まだ無理があんのか、いまいちよくわかんないですけどね、どうなんでしょうか。どう思います？ね、もしそうだったらさ、いよいよなんかこうね、事前にこのね、こう調べてさ、把握してさ、ね、ストップかけられなかった責任問題はもう、さらに重大になるよね。大変なことになっちゃうよな。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた。はいどうも、カッパ院長です。じゃあね、この1本目の動画でちょびっと出てきたこのね、結婚7日でね、実家に帰らせていただきます。ちょっと見ていきましょうかね。小室眞子さんがね、結婚7日、1週間でね、もう実家に帰っちゃったんだって。まあ、ただ、もう帰ったきりっていうわけではないらしいんですけど。なんか荷物の整理みたいなことさっき言ってましたよね。確かに荷物の整理ってなんかおかしくねっていう話なんですけど。まあ、なんか一人、ね、なんか普通に一般のこのタクシーでね、この赤坂にね、まあなんか、帰ってたらしいんですが、秋篠宮家の長女小室眞子さんが結婚後初めて秋篠宮邸東京都港区赤坂御用地を訪問、先月26日の結婚から7日で里帰りになったと。で、小室眞子さんは、午前9時過ぎ、渋谷区のマンションからタクシーで出かけた。結婚後の外出は夫の小室圭さんと一緒だったが、この日は一人。ね。なんで一人だったんですかね。
そりゃいろいろ想像しちゃいますよね、マスコミ的にもね。で、宮内庁関係者は赤坂御用地に入った理由を荷物の整理のためとしていると。荷物の整理ね。午後4時半過ぎ御用地を出るまで7時間以上滞在となった。午後6時45分頃、タクシーでマンションに戻った時には終始うつむいていた。なんだろうね何の話したんすかね。なんだと思います。これなんかこうクスクス笑ってんのはちょっと不謹慎かな。真子さんの新婚生活をめぐってはこの7日間で大きな動きがあった。そうね、動きましたね。滑ったもんね。先月29日小室圭さんが受験したアメリカニューヨーク州の弁護士試験の結果が不合格だったことが判明。小室圭さんは現地の法律事務所にロークラーク、法律事務員として所属。弁護士になれば年収2000万またこれ持ち上げて突き落とすのか。マスコミも意地悪いな。年収2000万以上と見られていたが不合格で肩書きはロークラークのままで年収は600万ほどにとどまりそうだ。あれ、プラス1000万の借金抱えてるって話はここではいかないの。小室圭さんは来年2月の試験に再挑戦することを関係者に告げてるが、合格率は通常7月の試験 65% に対して2月の試験は 50% を下回る。なんか40何パーとかって言ってましたっけ。で、仕事と勉強の両立生活は大変なものとなりそうだ。そういう理由で下がるわけじゃないっていう説明してましたよね。だからまあこういうところがなんかあれだよな適当というか。皇室ジャーナリストの近衛さんが、海外に荷物を送る手続きもあるだろうし。海外に荷物を送る手続き、何の話だ。あ、実家に帰ったのが、海外に荷物を送る手続きで実家に帰る、なんだそれは。ちょっと言ってる意味がよくわかんないな。7日で赤坂御用地に戻ることにそれほどの違和感はないとした上で、小室圭さんの試験結果を受けご家族に伝えることもあったんでしょう。今後の生活への説明もしたのではないかと語っている。で、2人は不合格のケースも想定していたと思われるが、物価の高いニューヨークでの生活に向けて収入面などで心配の声が上がっていた。なんだろうな、ロイヤルチートのお願いでもしに行ったんでしょうね。まあ一番わかりやすいのはその辺じゃないですか。で、小室圭さんが一人で勉強する時間も必要だろうと。ワンルームマンションじゃねえだろ、勉強部屋ぐらいあるだろうが普通に多分もう早速夫婦別々の時間をなんつったらもうちょっとなんか違うんじゃねえかこれは叱られてそうだな滑っちゃって、ちょっと何してくれてんのって。あの想像は多分ね割と当たってたんじゃないのかな。常識的に考えてそうなりますよね。だって、散々さ大風呂敷っていうかビッグマウスで、それで蓋開けてみてこれじゃあね、そりゃもうんのちみたいなことになるよね。もう胸ぐら掴んでもうなんかもうバン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 みたいなさすがそこまでやんねえか。で、別に皇室担当記者は周囲の受け止め方として7日での里帰りは早いと思われることもあるでしょうそんなことは誰も考えてねえだろお前らだよ、お前らが焚きつけてんだ試験結果のことや、2人の外出時の表情から、夫婦の間に何かあったのではないかと心配の声が出ても仕方がないとし、だからお前らのせいだよ。次のチャレンジに向け支え合っていくことで周囲の見方も変わるだろうってことは、もう何向き合って支え合うことができてねえみたいな言い草じゃねえかよ。うっす絆うっす弱もう、いやちょっと、30歳同士の結婚でしょ、まだまだこれからじゃないですかねえ。しかもなんかねえ、我々一般人のようななんかこう過度なストレスにさらされてきたわけでもなくねえ、困った時はなんか誰かのせい、人のせい、何かのせいにし続けてぬくぬくとねえ、ほぼほぼストレスフリーの人生だったわけでしょお互いに。それで、なんだ、人生何年ぐらいいけます、そういう人だったら。そうだな、一般で、一般我々日本国民で、男女どっちも80代でしたっけ。まあざっくり100としましょうよね。あと70年あるんですよ。まあそうだな、一般社会、世界標準で一般でこの成人とされるのって20歳っていうところが多いんでしたっけね。じゃあまあ日本もじゃあ20歳としましょう。でもこの人たちはまあ30でもどうなのっていう感じだからな、どっちもこっちも。じゃあまあ30で、だからその前半の30年はまあもうね、この親だったりね、この皇室皇族ね、あなたはもう日本国民から守ってもらってたようなもんじゃないですか。だからそっからやっと一歩出てね、この一般人ね、社会人生活をスタートね、それもなんかもうだいぶなんかもう補助輪何個ついてんだよってぐらいのスタートなわけでしょ。で、だからまあそう、だからこっからのね、100歳まで生きるとして、こっからの70年が言ってみれば本来の本当の意味でも自分たちの人生のスタートなわけですよね。スタート1週間ですよまだ。それでもうなんかこうお互いにこの支え合うとかっていうのがもうなんか支障をきたしてるとしたら、もうダメだろそれ、その時点で。まあまだわかんないですけどね。まあちょっとまあこの記事に書かれていたことをまあ本当だとしてね、まあ突っ込ませていただくと、まあ真子さんについてはね、まあなんだろう、
越しやらね、なんか向こうに送るつもりの荷物の手配やら、これはなんか普段の生活に必要だから渋谷に持っていくね、これは今すぐ必要ないけどね、大切なものだからまあニューヨークに送るみたいな、なんかそういうなんか実際にそういう荷物の云々かんぬんはあったかもしれないし、それはわかりませんしね、だからこれについこの部分についてとやかく言うつもりは別にないんですよ。ただね、このチャレンジに向けて支え合っていくことで周囲の見方も変わるだろう、これはないっすね、はっきり言って違う、そうじゃねえ、うん、もう小室圭さんにね、なんか求められるものって言ったらちょっと違うんですけどね、チャレンジ精神じゃねえよ、結果だよ結果、お前はね、仕事もしてね、稼ぎもね、ね、あるのは借金だけ、そんな男だぞお前は、チャレンジじゃねえよ、チャレンジね、チャレンジの段階はもう結婚前に済ませとけよ、せめて一回、いやね、ちょっと誤解してほしくないですけど、結婚後ね、新たな道にっていう、それはそういう人だっているだろうし、そういう方々をね、否定する、そういう意図は全然ないっすよ。ね。ただ、それだってさ、ね、もともと何かしらなりわいがあって、で、まあ、結婚されて、まあ、家庭を築いて、ね。で、なんかこう、なんていうのかな、第二の人生というと、ちょっともうちょっと後の、なんか定年退職後みたいになっちゃうから。じゃなくて、ほら、転職とかさ、なんかさらにこのステップアップを目指してとか、だからまあ、会社、例えばですよ、ね、会社勤めだったけれども、ね、それまでのこの経験とか実績とか人脈なんかを活かして、まあ、独立してね、うん、自ら起業して、まあ、経営者だったり、ね、まあ、なんか起業家だったり、まあ、わかんないですけど、っていう方向に進む、ね。で、それを、まあ、奥さんとかね、お子さんとかね、家族みんなで支えるみたいな、そういうのは全然あると思うんですけど、お前違うよな、少なくともそうじゃねえだろ、チャレンジじゃねえよ、まず働け。まあでもなんかこうね、まあ一応この再試験っていう予定なんでしょ？でも不合格だったらじゃあどうすんだよって話。だって一回もうね、うん、だって同期のやつらはね、もう小室圭さん以外ね、みんな受かってる。ね、このフォーダム大のこの同期のやつらは9割合、ね、合格率9割超えている。そこ滑ったんだぜ。次不合格だったらどうしようっていう、そっちの心配がまず先にあるはずだろ？ね、もうそれこそ死に物狂いじゃないけどさ、ね、もう悪い。ね、まこごめん。ね、新婚で、ね、新婚ほやほやわかるけど、もう俺後ねえからさ、っていうぐらいで普通だろ、本当だったら。ね、なんでまだ日本でぬくぬくしてんだ？え？ 1 分1秒惜しいんだったら、ね、もうニューヨークとんぼ帰りで、もう即勉強勉強、さらに勉強じゃないの？うん。っていうのがねえからさ、やっぱりこいつは弁護士になる気なんか鼻からねえんだろっていうのはそこなんだよね。うん。まあでもね、うん、なんか結局この合格不合格なんて2度目もね、どうでもいいぐらいにしか思ってないんじゃないの？ね、アメリカではね、おそらく多分ね、このロイヤル忖度聞かねえんだろうな。うん。で、まあ、再度不合格になるじゃないですか。ね、それでもアメリカ生活を強行するって言うんだったらさ。ね、まあ、なんかここではまあ、マコさんのこのね、なんだろう、ほら、マスコミの記事だと、マコさんが、なんか、なんだっけ、ナポリタンじゃねえや。なんか、美術館に、メトロポリタンか。ね、このなんか、その経験を生かして、みたいな。ね、経験を生かして、ね、就職できる、そこはロイヤル聞かせられるの？でも。っていう体にしてますけど、本当だったらそうだって、それすら必要ないわけだろ、結局。うん。ね、だってもう二人して、結局ロイヤル生活保護なのはもうバレてんだからさ。うん。っていうのを、いや、そんなことないですよ、と。ね、うん。ちゃんと生活基盤、ね、うん、収入、ね、ちゃんと仕事を得て、収入も得て、ね、一般人として生活してますよ、っていうのができるかどうか全部小室圭さんにかかってたわけだけど、それ今のところできてないんだよな。今後もそれできるのっていうところで、えっていう状況が続いてるわけじゃないですか。っていうことはもう最初からね、うん、ね、留学して法律勉強してね、司法試験受けて弁護士になってなんていうのが全部ただのシナリオ、ストーリーね。で、残念ながら現実がそのストーリー通りに来ていないっていうだけなわけでしょ。で、ことごとくなんかね、うん、まあ我々日本国民の誹謗中傷のせいにしてみたりとかさ、言い訳全部自分たち以外の何か、誰か、他のこの環境だったり、人のせいにしたりして、責任転嫁して言い訳している最中じゃん。ね。なんか事実ありました。で、それに対してこのね、ゴミが入ります。まあ、突っ込みというか、まあ、非難がね。うん。で、それに対してこの言い訳をする。でも、ずっとこれ繰り返していくだけなんじゃねえの？どうせ。うん。いや、そうしたきゃすればいいし。ね。うん。当然、そんな様子をね、見せられた我々が、ね。うん。祝福もするわけねえし、応援なんかするわけねえだろうって話ですよね。それでもね、うん。
イヤルな、ね、素敵なロイヤル、ね、なんかこう生活保護、ね、うん、それをこのその人生、ね、それを人生って言えるのかどうか知らないですけど、を満喫し続けるっていうんだったらどうぞ、ね、その代わり我々からのね、ね、批判、ね、意見、ね、ツッコミは、ね、デマをね、元にした誹謗中傷なんていうね、一言で片付けられると思わない方がいいですよね。ね、小室圭さんにね、求められてるのはチャレンジ精神なんかじゃないよ。結果だよ、結果。働け。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、カパーチュー袋カッパー炎上です。じゃあね、この小室圭さん、眞子様のてか、まあ小室佳代さん、お母さんの方かな、今回のお話はね、これほら詐欺罪で刑事告発じゃないですか。確か不正受給疑惑2個ありましたよね。まあこれがなんか最終局面みたいな、そんなお話ですかね。これどうなんだろう、結婚に待ったとかかかったりすんのかな。秋篠宮家長女眞子様と小室圭さんの結婚会見が10月26日に迫る中、6日小室さんのお母さん佳代さんが詐欺罪で刑事告発されたんですよね。で、東京地検に告発状を提出したと。ジャーナリストの方って書いてあったかな、確か。で、告発状受け取りが拒否されることもありますが、今回は拒否されてはいないので第一関門は突破してんだって。で、次の関門はそれが受理されるのかどうか、受理されると本格的な捜査が始まることになる、そういう流れ、そういうシステムなんですね。で、眞子様のフィアンセの母親が捜査対象になれば前代未聞の事態ですと。それはそうですね。で、そもそもなぜ佳代さんは刑事告発されるに至ったのか、2つ大きな疑惑があると。まず遺族年金不正受給疑惑。小室佳代さんは夫の利勝さんか、2002年に亡くして、その後遺族年金を、でもその間、元婚約者 A さんから、金銭的サポートを受けていた期間がある。佳代さんは A さんと婚約していました。当時彼に送ったメールの中で、夫の遺族年金を受け取ってる間 A さんとの事実婚状態であることを秘密にしてほしいといった趣旨の内容があったことが報じられていると。これなんか動画で取り上げたことありましたよね。で、夫との死別後に別の男性と生計を共にするようになれば、遺族年金受給対象からは当然外れるんですよね。でも佳代さんは A さんから援助を受けながら遺族年金も受け取るべく、事実婚であることを隠し通そうと A さんに口止めを促すメールを送っていたと。さらに A さんとは別の時期、この彫金師だっけの男性と同棲もしていて、それが内縁関係に当たるのではないか。で、もしそうだったら、その期間また遺族年金不正受給に当たると、で告発されてるんですよね。でもう一個はこの傷病者手当でした。傷病手当金の不正受給疑惑。お菓子屋さんにこの正社員としてね、老舗洋菓子店だったかな、働いていた2018年頃、ね、適応障害を理由に勤務を休んだ時期がある。で、この際に、勤務先の洋菓子店が加入する東京都洋菓子健康保険組合に傷病手当金の給付を申請し受理され、約1年半にわたって給付を受けてたんだって。この話もなんか動画でお伝えしたことありましたかね。で、ここまでは労働者の権利なんですが、問題はこの傷病手当を受けながら別のお店で働いて報酬を受けていた疑惑があるという。報道によると、知人が経営する長野軽井沢のレストランで住み込みで働いていたとされている。軽井沢は夏がシーズン、夏が終わると自宅に戻っていたようだが、また翌年の夏には戻ってきて働いていた。仕事はバックヤードが中心だったが、ホールに出ていたこともあるとの証言も報じられている。佳代さんを刑事告発したジャーナリストが、これら不正受給が事実なら詐欺罪に当たる可能性はあるんじゃないかと主張。この告発の20日後の10月26日、佳子様と小室圭さんは結婚会見を行う予定になっている。これに先立ち、9月27日には小室さんが留学先であるニューヨークから帰国して、多くの警察官らに警護された状態で神奈川横浜の自宅に戻っていた。現在は隔離期間をその自宅で過ごしているものとみられる。隔離期間終了後、小室圭さんは眞子様と結婚し、佳代さんは眞子様の義理の母になる。その佳代さんを告発したジャーナリストは、今日地方検察庁の係官と会った感じでは、やはりことが進んでいるということもあるので、急ぐような素振りをしておりました。ですから早く進むんじゃないかなという思いはありますと手応えを語っていた。告発の行方は不透明だが、今最も注目されている花嫁の義理の母が刑事告発されたという事実が前代未聞であることは確かだと。なるほどね。まあなんか早速ね、これに続く、なんだろう、この小室佳代さんに刑事告発、ね、この報道にこの最悪のタイミングっていうことで、この心配される眞子様のご心痛みたいな記事がね続くんですけども、なんかね、この告発した人がまるでとんでもないことやらかしたみたいな。ねえ、え？って感じですよね。しちゃいけないことをむしろやっていたんじゃないかって疑われるのはね。いや、お母さんの方ですよね。まあ多分これどうだろう。秋篠宮が再度で揉み消したりするのかな。ね。まあ刑事告発されたジャーナリストさん。どうだろう。ね。とりあえずこれマスコミの記事ですからね。この、なんか、どの辺がどこまで本当かっていうのはちょっとわかりませんけれども。とりあえず、
告発はされたんですよね。で、ジャーナリストの方がね、まあ、とりあえずはグッジョブでいいような気がするんですけども。でもこれでメールとかね、この証言なんかがありながらさ、証拠があるわけでしょ？捜査もされないって言うんだったらもう日本の司法もだいぶおかしいってことだよね。うん。でもどうだろう、もみ消しにかかるのかな、これ。だって、眞子様の誤診通とかってマスコミは書くわけですけども、この続きとしてね。いや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 、またペーテー SD ですか、うん、いや、本当にこれでいいんですかね。うん。じゃあ逆に眞子様にお伺いしたいですよね。うん。え、だって義理の母親になる方から、これについて説明とか、てかな、まあなんか一応マスコミのね、うん、説明してる状況ではほらもうね、小室圭さんと小室佳代さんね、この親子からね、洗脳完了してるから、ね、むしろに、我々日本国民を敵視してるみたいな、そんな話も出てきちゃうぐらいだから、なんとも思わないのかもしんないですけどね、あ、そうだったんですね、お母様大変でしたね、とかっていうやりとりがもしね、あったんだとしたら残念でならないですけども。そんなんで納得しちゃうもんかしらね。うん。いや、これは一日本国国民としてね、速やかな逮捕起訴を求めますけどもね。うん。まあ、この告発されたジャーナリスト、ただね、告発したジャーナリスト、これは何だろう。うん、それこそなんか名前と顔、やっぱこれは晒さない方がいいのかな。ね、なんか潰しにかかられちゃっても困るもんね。うん。まあ、感謝したいって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけどもね。うん、まあ、ただね、なんか手応えを感じているっていう風だったんでね、実際なんかこう書かれている通りだったら、なんかトントン拍子じゃないけどね、いや、ちゃんと、だって疑惑をね、明らかにして、ね、まあ、罪に問われるんであれば罪に問われるべきでしょ？うん。でもね、水差すようで申し訳ないんですけど、ね、多分起訴すらされないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。だってこの小室圭さんが所属していたほら、法律事務所あったじゃないですか。ね、1階の事務員の、そういう立場でしたよね。なんだっけ？パラリーガルとかって言われてたっけ？当時。の留学費用を給料としてずっと出し続けていたことなんかを見てもさ、野党側だってこの親子の皇室との関係、十分理解してたわけでしょ？で、この小室親子も皇室の力を存分に利用していることを見てもね、何かしらの言い訳が通るんじゃねえかなってやっぱり思っちゃうわけですよね。いや本当はけしからんと思いますよ。でも最近になってさ、なんていうのかな、ほらね、この眞子様へのこのなんていうの、この忠告っていうか進言っていうかさ、悪質な誹謗中傷ってね、なんか捉えられるようになったみたいなね、我々日本国民がね、なんかもう敵視されちゃうみたいな。でも本当はさ、お伝えしたかったことってね、この皇室の、まあだからロイヤルチートなんて言い方してますけど、要はこの権威とか 権力っていうとちょっとあれかっていうのを使うことを当然としているこの親子のね、この危険さ、危うさですよね。それを言ってるわけじゃないですか。ね、結婚それ自体に反対とかそういうんじゃなくて、ね、お相手としてふさわしくないんじゃないんですかって言ってるだけでしょ。ね、我々日本国民はね。うん。まあでももうそれも昔の話ですかね。もう去年とか一昨年ぐらいまでの話かな。今だともうね、結婚したかったら別に結婚すればいいんじゃないですか。ね、ただね、そこに税金をね、1円でも使われるのはね、納得いけませんよ、みたいな。だから、まあ、なんだろうな。よくもう一個のチャンネルの方でもよく言ってましたかね。ね、権利を主張する、ね、僕には僕の、ね、私には私の考えがやり方が、ね、要は勝手にさせていただきますよと。ね、でもなんか困ったことがあった時はなんか、なんとか助けてくださいね。これは通用しないですよね。っていう、これにも当てはまるじゃないですか、やっぱり。そういえば、ね、これ全然別の件でしたけども、昨日かな？一昨日かな？なんかコロナのね、ほら、給付金ありますよね。個人じゃなくて、持続化給付金の方だったかな？これの不正受給、確か50万だったかな、額面が。これ逮捕されるっていうニュースがあったと思うんですよね。うん。で、この小室佳代さんは、遺族年金等の不正受給、ね、なんか金額にすると2000万円以上あるんじゃないかっていう、そういう告発内容じゃなかったでしたっけ？うん。で、捜査して、ね、これがもし本当だったら、ね、当然逮捕になるんでしょ？ならなきゃおかしいですよね。と思いますが。でもな、告発されるまで警察動かなかったわけじゃないですか。まあ、受理してもね、圧力かけられて、違法性はありません。で、お墨付きを与えるためのなんか出来レースなんじゃないのかなって気がしちゃうんだよな。だってさ、ねえ、そもそもね、仕事してないわけでしょ？まあ、今してることになってんだっけ？ね、そこにこう、嫁がせる、許可をするのが、そもそもおかしな話だったじゃないですか。ね、まあでもさ、これ事実としてね、このテレビなんか、テレビとか新聞とか雑誌でもね、これ大きく報道すべきですよね。だってほら、ね、ネットを利用しない世代の人たちってこのニュースまだ知らない人も、でも一応まあでもわかんないよね。知らない人もまだいるかもしんないよね。これはね、ちゃんと調べてね、明らかにしてほしいけど、多分そうならないんじゃないかな。なってほしいんですよ。なってほしいんですけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげん。
はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ最後はね、まあ、あるタレントさん、芸能人の方がね、まあなんかこの小室圭さん、小室真子さんの、この結婚会見で、この小室圭さんのドヤ顔でね、勝ち誇る様子を見て、まあなんだろう、ドン引きみたいな、なそういう記事かな。うん。まあこれあの、ミッツマングローブさんなんですけど、ミッツさんね、お元気だったんですね。うん、すげえ久しぶりだな。芸能人ね、続けてらしたんですね。しかもなんかなんでミッツさんがそのなんかこうね、この結婚会見についてのコメントが出せるのかも、いまいちこれだけだとよくわかんないですけど、その場にいたのかな。まあミッツマングローブさんがね、あれミッツさんはご存知ですよね。うん、まあちょっとよくわかんないという人はググって調べてみてください。この結婚会見での小室圭さんにね、ちょっとドヤ顔されてましたよねとね、勝ち誇った感じの会見、テレビで見た感想を言ってるだけかなこれ。確かにね、ドヤってましたよね、勝ち誇ってましたよね。あの時はまだあの司法試験受かる予定だったのかな。でしょうね。タレントのミッツマングローブさんが28日バイキングで生出演。やっぱ会見見た感想言っただけっぽいなこれね。26日行われた小室圭さん、秋篠宮長女真子さん、の結婚会見についてコメントと、やっぱそうですよね、その場にいたわけないもんな。真子さんの体調を考慮し PTA てらしたんだ。口頭での質疑応答がない異例の、あ違うか、異例の形式となった結婚会見で、二人は冒頭で結婚への心境を語り、その後真子さんは小室圭さんの金銭トラブル等を巡る報道に触れる場面もあった。でミッツマングローブさんが、当初からごたごたしてましたけど、結婚反対っていう気持ちもなかったですし、総合的にそれが税金の無駄遣いだということも思っていなかったとコメント。続けて、ただ小室圭さんよくあそこまでいろいろ私たちに言われ続けて、よくここまでこぎつけたなっていう考えになりましたと。なんか苦労ねぎらっちゃってるよ。まあテレビは連中の一人だから、まあそんなもんかな。うん、でもこれ坂上さんの番組に出たんでしょこれ。うん、で試験を述べたと。で会見中の小室圭さんについて、やっぱりちょっとドヤ顔されてましたよね小室圭さん、ちょっとにやけ、ん、ちょっとにやけてるわけじゃないですけど、いやにやけてましたよね。いやもう込み上げてくるものをこらえるのに必死だけど、ついついなんかこう口元がみたいな、そんな風にしか思えなかったですよね。うん、勝ち誇った感じだったと。でもそれはやっぱり3年間向こうアメリカに行ってね、だいぶ顔つきも静観になって帰ってこられましたし、あれは静観になって帰ってきたの？な、額に傷もついたし。ちょっとアウトローチックな。アウトローではないよな。で、帰ってこられましたし、と語っていたと。最後には、あとは、やっぱりもう、まこさんが嫁がれたっていうのは、嫁ぎの、みたいな。素直におめでたいなって思いました。と締めたと。完全にテレビ屋のテレビ屋らしいコメントですね、これね。なんだ、取り上げるまでもねえな。全然面白くもなんともねえじゃん。この間、なんだっけ、カンニングの竹山さんとかさ、あと、誰だっけ、ね、C だと、加藤さんとかさ、あの辺なんかのもう、忖度もりもりのコメントと何も変わんないっすね。そっか。まあでもあれですよね、今のこの空気だと、ね、このマスコミ界隈、テレビ屋界隈のこの空気だと、この程度でも、あるいは叩かれるネタに使われるかもしんないっすよね。うん、情けない話ですけども。ね、なんだろうな、この人こそさ、ね、忖度なしで、ね、言いたいことを言えるような気がしたんですけど、ね、うん、そうじゃないんですね、うん。なんかしがらみとかさ、なんかそういうのと、ね、一番なんかこう、距離があるところでいて、ね、一番自由に発言行動できそうな感じに見えたんだけど、違うみたいですね、どうやらね。うん。まあ、ミッツさんから見たら、まあ、ドヤ顔、ドヤ顔というふうにおっしゃってましたけど、まあ、確かにドヤ顔だったかな。まあ、不敵な笑みにも見えたと思いますけどもね。うん。まあ、なんだろう、そう。そうね、まあミッツさんの発言がっていうのはまあここで言ってもしゃあないんでね。まあ昔からこういう感じのなんか語り口だったような気がするんですけどもね。まあ、逆に小室圭さんとしてはね、まあニヤついてたはニヤついてたと思いますけども、まあこんな時にね、ちょっとこれを考えるのもなかなかちょっとしんどいんですけどもね、もし僕がですよね、まあだからあなたでもいいんですけどもね、小室圭さんの立場だったら、あの結婚会見の場でね、うん、どんな顔すんのが正解かなってちょっと考えたら、なんか難しいっすよね。いろいろ知らないことだらけなのをこうね、分かった体でどんな顔になるのが普通なのかな。でもやっぱりにやけるんでしょうね。うん、やっぱりもうなんかほらね、うん、変な話、この司法試験だってさ、ね、この受かってもね、滑ってもなんかどうでもいいみたいな感じだったような気もするんですよ、はっきり言って。ね、それは受かったら受かったで、このドヤ顔のこのドヤり具合がちょっと上がるだけで。うん。だってもう、なんだろう、彼的にね、目的はもう果たしてるわけですから、ね、結婚した段階で。うん。てかもう婚約の段階、しかもそれをこうね、この切り離しようがない。ね、いかにこの秋篠宮サイドからね、この破談に持っていこうと圧力をかけて、
来ようとしたところでね、握ってるわけですからね、それをこのなんかこう拒否するというか黙らせるだけのね、いいのか孫のあれバラすぞいいのかって言ったらそれまでなわけでしょ。だからもうその段階でもう勝ってるわけですから彼としては。だからまあもう要はね、その最終段階というかね、もう総仕上げみたいなね、まあ総仕上げというかこれからなのかもしれないですけど、まあ一つこの通過点ポイントではありましたよね、この結婚ね、もう入籍したわけですからね、うん、いよいよもうこっからだって、じゃあ離婚っつったってそう簡単にはそうはならないわけでしょね。一つもう結婚っていうもうなんだろう、彼にしてみればもう型にはめた形、実際にこのね、うん、今まではこのね、なんかこう洗脳だかなんだかわかりませんけどもね、だとしてもね、これでもう実際にこの法的にももうね、あのはめ落としたわけじゃないですか、型にはめてね、結婚ね、入籍、うん、それはまあ一つ仕上げね、一つ、それこそ一つのこのなんかこう区切りですよね、うん、っていうことはやっぱりね、うん、それはドヤ顔にもなるでしょうな、うん、あるいはそうだな、うっせえなっていうこのめんどくさそうな感じにも見えたかな、うん、だって本来だったらだってね、この結婚会見なんて多分小室圭さんね、僕は小室圭さんだったらこんなもんやりたくなかったと思いますけども、この弁護士ね、この司法試験に受かっていたらね、その合格発表も兼ねて、うん、なんか堂々とね、お、今まで散々文句たらたらね、いろいろ言ってきてくれたよなお前ら、どうやみたいなっていうのも兼ねてっていうんだったら、まあ、やりたくてやったと言えなくもないと思いますけど、今回のはなんかめんどくさそうだったような気もするんだよな。まあとりあえずさね、ミッツさんのね感想はともかくとして、とりあえずこのクオモロオケイさんにはお辞儀の仕方ぐらい教えてあげた方が良かったかなと思いますけどもね、うん、なんであのなんかこう顔をさグイーンってなんかね、うん、それ首痛くねみたいな感じでさね、なんかこう顔ひんむいてね、なんかこうなんだろう、そこまで頭下げたくないのみたいななんかおかしなお辞儀しますよねあの人。あれはちょっとなんかそれこそね、うん、真子さんがね、うん、それなんかおかしいよって教えてあげればいいのになって、うん、だいぶ前から思ってたんですけどもね、うん、あれはわざとやってんのかななんかよくわかんないですけどね、謝ったら負けみたいな、あ、なんかそういう民族性のそういう国のそういう人たちがいましたよね。まあいいんですけどもね、ドヤ顔か、まあ無理して笑ってるように見えなくもないですけども、まあでもなんか僕個人的にはやっぱり込み上げるものを抑えるのがなかなか難しくて、ついなんかこうね笑いがにじみ出ちゃったみたいな、そういう感じに思いましたけどもね、うん、まあだからにやけてましたよね、どうよね、俺のマコどうよ、物にしてやったんだぜみたいな、お前らとは違うんだぞみたいな、うんね、なんかこうしもじものみたいな、なんかそういうのがこうにじんでましたよね、うん、っていう感じの面構えに見えましたけども。まあわかんないです。それはあくまでも僕の個人的な感想ですね。うん。本当のところは知りませんが。ね。とりあえずほら、不謹慎は承知で言わせていただくと、このね、一連のこの小室真子さん、小室圭さん劇場はさ、ね、下手なこのドラマとか小説とか映画よりも数倍面白いじゃないですか。ね。登場人物の癖も強すぎるしさ。それは今後もどんどんお届けしますよ。うん。一般人だからって、そんな、ね、手加減なんかするつもりは一切ありませんので。ということで今回、以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はいどうも、カッパ院長です。さてと、じゃあ、このお話では、この動画ではね、まあ、なんか、小室真子さんが、まあ、この結婚会見、その直前に、なんだ、この質疑応答をこの取りやめたっていう、そういうお話あったじゃないですか。ね。で、まあ、実際やめてましたけども。で、そのなんか、本当の理由みたいな、背景みたいな話が、まあ、なんか、後日談みたいな話ですよね。まあ、よくそういうパターンあるじゃないですか。うん、まあ、多分これがそれに当たると思うんですけど。まあ、なんかね、この会見前に、まあ、なんか、親子喧嘩みたいなことを展開してた。みたいな、うん、なあお父さんお母さんに、なあ秋篠宮ご夫妻になんかこうね罵声を浴びせたみたいなこと書かれてるんですけど、また本当にその場に居合わせてそれ現場見てたやつが本当にいるんだろうなっていう、もう最初に突っ込んどきますけども、まあなんかそんなね、うん、まあどうせなんちゃら関係者の暴露話っていう体でね勝手にマスコミが歌ってるだけのような気がするんですけども、まあなんかね、うん、まあその本当の理由的なね、いかにもなんか我々日本国民がこうなんていうの興味持ちそうないいんですけど、公職トップと記者会の間で激しいやり取りが、なんだそれは。10月26日、小室真子さんと小室圭さんは入籍後会見を行った。その前には真子さんは精神的に不安定なご様子を見せる一幕もあったという。うん、まあさ、結局、あれでしょ？伏線でしょ？その、なんだろう、この会見を、この質疑応答ね、パスするための、な今となっちゃもうそうとしか思えないよね。うん。で、真子さんと温かい家庭を築いていきたいと思います。顔をこわばらせながらも、こう言葉を絞り出した小室圭さんが、続いての質疑応答は前日になって急遽中止になり、代わりに文書での回答が配られた。
全国紙デスクっていう人が言ってるらしいんですが、当日予定されてた質問は5問、お二人は事前に手渡され回答を練る時間は十分あったが、宮内庁によれば誤った情報が事実であるとの印象を与えかねないものが質問に含まれていて、眞子さまが強い衝撃を受けられた、カメラの入った会場で読み上げられ口頭で答えることを想像するだけで恐怖心が蘇るという不安があるとのことで冒頭の挨拶のみになったと、何でしたっけ、税金泥棒が禁止ワードだったんでしたっけ言われて困ることだから、そういうことをさね、やんなきゃよかっただけの話なんじゃない。でまあこのね、やっぱりずっと言われてますけど、この誤った情報っていうのはどこなんだとね、事実ではないってどの部分を言ってるんだと、じゃあどれが事実なんですか逆にっていう、そういう部分だよね。あ、ちょっとこれだったらもうピシャッとね、なんとでもなんか言えるじゃないですかね。なんか好きに、なんかどうぞお好きに受け取りたければお好きなようにどうぞみたいな、そんな感じだもんね。だって、実はその前日の秋篠宮家をお伝えする皇嗣職トップと記者会の間で激しいやり取りがされていた。まあなんか宮内庁担当記者ってやつが言ってるらしく、前日の15時頃梶皇嗣職大夫が突如記者会にやってきて、明日の質疑を取りやめたいと言い出した。眞子様がショックを受けていて、一時は会見自体の中止も検討されたが、今となっちゃやんない方が良かったよね、こんなんだったらね。結婚についての気持ちは直接お伝えしたいというお考えがあると言い、冒頭発言だけにしたいとの要請があった。で、まあ心配された佳子様がとかって書いてありますけど、これには記者会も黙って従うはずがなく、小室圭さん一人の会見にすればどうかとの声も出ましたが、大夫はあくまでお二人で行いたいとのご意向ですと言うばかり。また5問のうちどの部分にショックを受けたのかと正されると、大夫は日本雑誌協会から出された一問を案に指しながらも最後まで恐怖の対象を明かしませんでした。この辺もなんか気持ち悪いんだよね。なんかはっきりとは言わないね。でも嫌なもんは嫌なんですみたいな、これがねちょっとね、やっぱり日本国民って、まあこれはこの時の相手はマスコミですけども、やっぱなんかね、軽く見てるっていうか、都合良すぎるっていうかさ、で、まあなんか、会見前、眞子さんは精神的不安定で、宮廷では時折パニック状態になって、ご両親に罵声を浴びせることもあった。心配された佳子様が付きっきりになることもあったんです。秋篠宮家の事情を知る関係者っていう人がね、うさんくせえな、言ってるんですけどもね。でも本当にこんな状況だったらさ、ね、いよいよもってこの PTSD っていうことだったら、ね、ビザなんか降りねえんじゃねえのというのだ。当の雑誌協会の質問は、納得と祝福が広がらない理由として、小室圭さんの母親の金銭トラブルが解決されていない、そして小室圭さんの経歴に皇室利用と受け止められかねないところがあると挙げていた。その上で金銭トラブルとは別に小室佳代さんには遺族年金不正受給疑惑があり、これはあのね、頑張ってもらいたいですよね。で、すでに刑事告発されている事実を指摘、説明を求めたものだった。これに対して小室圭さんはあたかも眞子さんを盾にするかのようにやり取りを回避。代わりに文書回答では遺族年金不正受給についてはそのような事実はありません。私が皇室利用したという事実はありません、そう記していたと。ありますなんて答えられるわけがねえじゃな。で、まあもうこういう態度取られちゃう、好きにと。で、好きにすればいいじゃないですかと。で、当然こっちはこっちで好きにね、まあマスコミはマスコミでね、まあ批判の記事飛ばすなり、ね、まあ擁護する人のね、発言を取り上げて記事書くなり。ね、で、我々日本国民は日本国民でね、その態度見せていただいた上で、まあ好きに反応しますよね。で、まあさっきの記者ってどの記者か知らないですけど、いかにも形だけ会見しましたという感がありありと伺えた。そうっすね。むしろやんない方が良かったですよね。雑誌から辛辣な質問が出されることは予想できたはずで、雑誌から10月初めのタイミングで眞子さんの複雑性 PTSD を公表したのもこの日のためだったのかと勘ぐらざるを得ません。誰が見たってそう思いますよね。で、宮内庁としては11月30日に控える秋篠宮様のお誕生日までにこの問題を過去のことにしたかった。秋篠宮様は3年続けて小室圭さんに苦言を呈して来られただけで、そんなイレギュラーな状況をこれ以上続けるわけにはいかなかったのですと。じゃあもう最初に止めとけよ、苦言じゃねえよ、止めろよ。さらに翌12月1日は愛子様の20歳のお誕生日が控えている。宮内庁関係者によれば小室佳代さん、母子による次元の低いトラブルで、次元の低いトラブルか、そんな次元の低いトラブルに随分無茶苦茶にされてたな。で、その次元の低いトラブルに
に何の対処もできなかった無能だな、お前ら宮内庁関係者は全員よ。で、待ち望まれたお祝い事、刑事に水を差すなど、断じて避けなければなりません。お前らの失態続きのせいでこうなってんじゃねえかよ。責任取れ。うん。いや、世が世なら、ね、時代が変わって、ね、もし、今と違って、もう戦国時代とかさ、ね、それぐらい遡ってたら、もうお前ら全員切腹だぞ。本当に。いや、もう切腹も許可されねえよ。ね、いきなり縛り首にされてもおかしくねえよ。うん。っていうぐらいもうグダグダだぞ、お前らが。そもそもが。で、我々としては最低限の対応だけお手伝いし、なんだよ、最低限の対応だけはって。最低限できてねえよ。だから今こうなってんだろう。で、あとはお好きにというのが偽らざる本音です。だって、丸投げだ。もうやる気ないんで、みたいな。やる気ねえんだわってカミングアウトしてるぜ、ここに書かれてる通りなら、宮内庁が。ほんと役立たねえんだな。うん。てかまあ、そもそもが、ね、皇室皇族のための組織じゃないですからね。うん。これは僕も含めて結構日本国民なんか勘違いしてる方、未だに多いみたいですけど、もともと宮内庁って別にそういう組織じゃないですもんね。逆ですよね。監視。ね、うん、見張り役っすからね。うん、だからまあ、宮内庁が、そもそも皇室皇族のね、誰かとか、ね、まあ、何々系のために、ね、うん、動くような、そんな存在じゃないんだよね。だったらもう、そもそも、なんでこんな奴ら存在してんのかと。ね、さっさともう宮内庁なんかもう解体してね、うん、なんか違う組織新しく作った方がいいよね。だったらね、うん。いや、ここまでだってもうね、うん、なんもしたくないと。ね、うん、って言うんだったら、じゃあもうお前ら必要ねえよな、としか言いようがないよね。うん、なんか天下り先にさ、ね、しかもなんかもう偉そうになんかね、まさに日本の象徴ね、この皇室皇族にお仕えするみたいな、うん、何にもね、実態としてはどこもありがたくない、何の役にも立たないどころか、こう足引っ張ったりさ、引っかき回すのなんかもう片棒担いでんだろお前らっていうぐらいの、そんな腐った存在なんだから、もうなくしちまおうぜ宮内庁なんて、いらないだろどう考えても。まあね、結婚会見のことについてね、まあ振り返ってもなんだろうな、このポジティブな意味合いを見出そうとしても無理だよね、あの内容じゃね。うん、もう記事に書かれてる通り、本当ね、こんなもんこんなんだったらやんねえ方が良かっただろうっていう形だけのね、会見だったもんね。だって結局何の説明もなかったし、ね、一方、この自分たちは一切悪くないと。まあ一方的にこの発言し続けるだけ。で、しかもその発言、主張が正しいとするこの証拠は一切出さない。ね、ただ単にこのね、マスコミとね、ここの国民の声、すべてが悪いと。ね、デマだ、誹謗中傷だ、おかげで病んだわ、みたいな。ね、そんな格好でしたもんね。うん。じゃあね、うん。じゃあ、その、旦那さんの小室圭さん、ね、仮にも一応今のところ弁護士資格取得しようとしている人間なわけだろう、うん、そういう人間が取る対応としてそれ正しいのか、そもそもが、ね、これだけね、日本国、まあ今日最後の動画で見ますけどもね、これ7割以上がそもそもこの結婚とこの会見の内容にね、納得してないみたいな、なんかそういうアンケート調査がね、出てくるんですよね。うん、まあそもそもそういうね、アンケート自体がはーって感じではありますけど、一応まあそんな数字が出てきたりもするわけですよ。ね、そんなね、状況の中のこの結婚で、そのトラブル自体をそもそもがね、ことの発端何だったんだっつったらそれじゃないですか。ね、小室家サイドの話なわけでしょ。それを一切合切うやむやにしてさ、ね、終了にしてお祝い事だからね、祝いの言葉一つかけられない国民が悪いみたいなこと言われたってはぁ、ね、批判されても仕方ねえだろって思うんですけどもね。うん。さてと、じゃあ、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、どうも、カパ園長です。じゃあね、最後この動画では、小室圭さん、眞子さん見てみましょうか。まあ、ちょっと興味深い記事が2つあったんですけどもね、例えば1個はこの小室圭さんのこの論文、優勝したってほら、コンペの話、なんか賞金が23万っていう話、昨日かな、お届けしましたよね。あれの中身の話とかね、あるね、このなんか本物がね、実はそのからくりをね、暴露してくれてたっていう、そんな話があったんですけどもね、とか、あとこのデモですかね、結婚反対、まあ、なんかこの皇室系 YouTuber K さんでしたっけのお話とかね、なんかこの結婚当日にもなんかこうデモをね予定してるみたいなね、本当にやるのかなみたいな、なんかそんな記事もあったりするんですけど、ちょ論文の方見ていきましょうか。と、論文、優勝した論文の驚愕の中身ってことなんですけども、これ記事自体は別にね、驚愕の中身でもなんでもないんですけどもね、うん、法的な落とし穴を避けるにはならしいんですけど、これなんか前に見た覚えがあるんだけどな、なんかこんなような、なんかあれ、なんかコーヒーの話とかしてませんでしたっけ。違う
だったかな、10月23日、眞子さまが30歳誕生日を迎えられた、小室圭さんとの結婚間近に迫る中、眞子さまの誕生日の前日に喜ばしいニュースが舞い込んだと、なんと小室圭さんがニューヨーク州弁護士会の主催する論文コンペティションで優勝した、昨年の同コンペで19年に寄稿した論文が2位を受賞していて2年連続での快挙になったと、コンペは学生を対象にしたビジネス法に関するもので、今回小室さんが執筆した論文のテーマはウェブサイトのアクセシビリティにおけるコンプライアンス上の問題と企業家への影響、優勝した小室さんには2000ドル、日本円で約23万円が与えられ、さらには表彰式は偶然にも結婚当日である26日にオンラインで行われる、結婚目前のタイミングで発表された小室さんの快挙に驚きと称賛が相次いでるんだって。これはマスコミが言ってるだけですねで、海老蔵さんがなんか歌舞伎のね、22日に、ブログでね、すごいおめでとうございます、素晴らしい結果を知り嬉しいですね、すごいことだなと思いますと祝福したんだって。なるほど。で、国際弁護士でニューヨーク州弁護士資格も持つ清原さんもなんかテレビかゴゴスマに出演した時、これはもうスーパーマンですよと褒めたたえたんだって。本物のコメントってこの人じゃないですからね、大丈夫ですかね、スーパーマンだすげえな。で、まあその今年4月に優勝した小室さんの論文をいち早く入手していたっていうか、多分これを見たんじゃないですかね、既視感というか、あれなんかこんなようなテーマのこんな話なかったっけっていうのこれですかね。その論文というのは今年3月に、この法律専門誌ニューヨークビジネスロージャーナルっていうのに掲載された内容のものなんですよね。で、まあ内容なんだろうな、この初めてウェブサイトを開設しようとしている企業が効力すべきことを明確かつ論理的に説明していると、まあなんかそんな感じで評価されたやつですよね。で、優勝するほど高く評価された論文とは一体どんな内容なのかっていうんですけど、これについてはなんか繰り返しになっちゃうからね、興味ある人だけチェックすればいいんじゃない、でね、ここでね、そもそもじゃあ何なんだと、だって他にこのニューヨークのさね、この弁護士のうんぬんかんぬん、そういう人たちがさね、こぞってなんかこの論文を書いてね、そういうのを上げてくる、そういうコンペだったわけでしょね。そんなところで果たしてね、そう簡単に勝てるもんなのかよと思うじゃないですか、普通に。またロイヤルチートなんじゃないのとね。いやでもニューヨークのそんな弁護士会のね、そんなところにまで聞かせられるのかなみたいな、そんな風に我々は思うじゃないですか。で、これについて検討、このニューヨーク弁護士会主催というよりこの部会の活動ですと指摘していると。この弁護士会の中にこの部会がね、20とか30とかあるんですよと。で、これはこのビジネス部会の主催したコンペ、だから2、30あるうちの部会の一つのビジネス部会っていうところが主催したコンペですよと。だからニューヨーク弁護士会全体っていうわけではなくて、ニューヨーク弁護士会の中にある、30個ぐらいあるこの各いろんな部会、だから例えばこの小室さんが所属しているビジネス部会以外には、家族部会とか環境法部会とか、なんか一口に弁護士さんつってもなんていうのかな、この担当してなんか大きい事務所に所属してる人だったら担当している受け負ってるこのジャンルが違うだろうし、なんていうのこの企業案件に特化した人もいればさね、あとはなんかいわゆる町の弁護士さんみたいなのなんかスペシャリストみたいな人もいるだろうし、で環境とかね、医療分野に特化した人とか、いろんな人がいるじゃないですかね。でそれぞれのジャンルでまあなんかそのなんとか 部会っていうのがまあ30ぐらいあるんだそうですよ、このニューヨーク弁護士会の中にね。で、まあいろんなね、多種多様な部会があるわけで、でこの小室圭さんっていうのが所属しているのがこのビジネス部会で、そこがその中まあコンペティションでまあ優勝したってことらしいんですよね。だからこれ何を言ってるかっていうと、要はこれも一つの印象操作ですよね。だってこの記事だけ見るとね、なんかニューヨークね、このアメリカね、アメリカの中でしかもこのニューヨークっていうまあある種ね、このだから結局ニューヨークでねトップクラスってことは、アメリカでトップクラスのこの弁護士だったり法律事務所だったりっていう、そういう評価なわけでしょね。でそのニューヨーク弁護士会ねの中でね、優勝マジかよすげえって絶対なるじゃないですか。で実際なりましたよね。だからこういうね細かい大事な事実ね、細かいことかもしんないですけどね、事実を隠してただ優勝したっていうことだけ伝えてるわけですよ、マスコミは。で実際この小室圭さんへの印象ってね、変わった人も僕少なくなかったと思いますよね。で実際海老蔵さんなんかはすげーとか絶賛しちゃうわけでしょね、だからなんかこう情報操作ね、相変わらずね、聞
くときは聞かせられるってことですよね。怖いっすよね。ね、だから本来だったら、そのコンペがね、どこの誰が主催するもので、どれぐらい権威があるものなのかをさ、ね、マスコミ、報道機関だったら、ちゃんと描いて書いてもらいたいっすよね。な、弁護士会主催なのか、それとも一勢力のこの制作する特定者向けの、なんだろう、新聞とか雑誌とか、なんかそういうメディアのコンペなのか、ね、参加者がどのくらいの人数で、ね、過去受賞した人はどういう人たちがいるのかとかさ、ね、そういうのが分かんないじゃないですか、結局。ね、じゃあ、例えば、そうだな、まあ、かけっこ、100メートル走、ね、100メートル走で優勝しました町内会で、町内会の運動会で優勝したんですか、それまでに世界陸上で、ね、全然話変わってきますよね。うん。ね、町内会で優勝が大したことないって言ってるわけじゃないですよ。ね、町内会の運動会で優勝したレベルの100メーター走優勝なのか、ね、あるいは国体優勝なのか、ね、世界陸上優勝クラスなのか、全然わかんないじゃないですか、これだけじゃ。うん。っていうことです。でね、まあ、さっきも言いましたけど、このニューヨークでね、まるで一番になったかのように日本のマスコミは報道してますよね。で、これがね、じゃあニューヨークではね、どういう風に報じられてるかっていうとね、このマスコミがね、この小室圭さんがニューヨークでナンバーワンになったと報道してることに対して、は？何言ってんの？やっぱりそういうね、こうなんていうのかな、報道がもう出始めてるんですよね。うん。だからまあそのさっき言ったようにね、全くデマだったというか、要はこのなんだろう、印象操作だったわけでしょ。ね、ニューヨークではだってこういうね、このコンペショーをね、主催する団体はもう多数存在するわけじゃないですか。ね、で、小室圭さんが優勝したのはその団体の一部の部、そしてその部会だけでも30以上存在している。その中の一つのテーマについて賞をいただいたのであって、それ自体はね、まあ本当かもしれないし、ね、まあ本当なんだろうし、ね、うん、それはあの評価に値するのかもしれないですけど、ね、ニューヨークで優勝したは違いますよね。うん、だからまあニューヨークでナンバーワンなどになったわけではないのに、ね、日本のマスコミがね、うん、小室圭がね、小室圭さんがニューヨークでナンバーワンになったかのように報じていることに対してね、うん、心よく思っていないのが事実なんですよ。ね、現地のメディアですよ。アメリカのこのロースクールとか、アメリカのそういう放送会をね、主に扱うメディアなんかがね、なんで日本でね、小室圭さんの論文がニューヨークでナンバーワンになったと報道してるのかとね、うん、首かしげてるわけですよね。心よく思っていないわけですよ。っていうのが事実みたいですよ。やっぱりね、日本でね、これマスコミなんかの、まあもう昔から言われてますし、この小室圭さん、眞子さまに関してだけじゃないですけどね、やっぱりマスコミのこの変更報道っすよね。うん。単純に、これは別に我々日本国民だけじゃないですよ。ね。実際のところどうなのかっていうね、知っている。だから世界中の人たちにとってやっぱりこの手の捏造とか変更とか、このマスコミ、メディアのこういう姿勢はね、うん。やっぱり気持ちはね、この一言っていうことですよね。うん。確かにね、この論文で賞をいただくにはそれなりにね、このなんか実力というかね、力も必要なんでしょうよ。でもね、仮にね、じゃあ彼が、そういう方面でね、力を発揮することができる、まあ、ある種優秀なね、人間だったのかもしれないけどね、そもそも我々日本国民がね、この小室圭さんの優秀さについてうんぬんなんて誰も言ってないですよね。ね、我々日本国民はこの皇室ね、皇族の方々をね、お守りするためにこの皇室とね、親しくなり、そのパワーを利用できたりね、ロイヤル地位とあと金儲けに使えるね、そういうことを考える人をね、近寄らせてはいけないって言ってるわけでしょ。うん。ね、いくらこの法律論文受賞したとしてもね、資格取得見込みの就職内定者で現職は無職でしょ。ね、現在無職、ね、家族の金銭問題も解決できていない見習いの研修生じゃないですか。それ以上でもそれ以下でもないですよね。しかも学生の論文でしょ。言ってしまえば言い方悪いかもしれないですけど、アマチュアじゃないですか。それとプロの優秀な法律家は全く別物じゃないですかね。そういうなんかこう紛らわしいこういう報道はね、うん、当然ね、あ、なんか裏があるよなと、なんか無理やりこの小室圭さん持ち上げようとしている奴らがこういう書き方をしてる、こういうネタを取り上げてこういう報道の仕方をしてるんだなって当然思いますよね。で、実際にね、うん、知ってる人のね、うん、話を聞いてみたらそういうことだったじゃないですか。うん。じゃあ言っちゃなんですけど、こういうことはまあ僕なんかがね、言うことじゃないのかもしれないですけど、本当にね、優秀ね、もう極めて優秀な人だったらね、じゃあなんで最初から日本で弁護士目指さねえんだよ。うん？そうなりません？眞子さまとのね、結婚を正当化するためね、何か大きな力が後ろで働いているとしか
思えませんよね。うん、なんだろうな、こう結婚後どうなるのか知りませんけどもね。うん、まああるいはね、わかんないです。これはあの勝手な想像なんで、こっからね、皇室と民間人との住む世界のね、我々一般の日本社会とね、この皇族の方々がね、まあ暮らしてらっしゃる世界とのあまりの違い、それとね、まあ小室圭さんのこの正体に愕然としてね、うん、早々に破綻なんてことにならないことをね、一応お祈り申し上げておきますけど、でももうすでにね、うん、なんか小室眞子さんになった途端になんか置き去りにしてアメリカに帰るんじゃねみたいな話が出ちゃうあたりが、もうなんか最初からつまずいてるような気がするのは僕だけでしょうかね。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、どうも、かっぱ園長です。じゃあ最後はロイヤルゴールドディガーニュースいきましょうか。っていうかね、昨日ほどインパクトのあるニュースでもなんでもないんですけどもね。うん、まあ、なんかいわゆるこのね、秋篠宮家宮内庁が、マスコミ使ってニューヨークで暮らす二人がね、まあ二人でね、うん、一般人夫婦として頑張っておりますよ、海外メディアはこのように報じていますっていう日本のマスコミが海外メディアのね、ニュースを引用して、うん、二人はニューヨークで幸せに暮らしてますんで、どうぞ日本の国民の皆さんもね、お祝いしてあげてください、認めてあげてくださいみたいな、そういう感じかな。さあ、はい、ことは問屋が下ろさないぞ。うん、だって説明も何もないもんね。うん、全然一般人夫婦じゃってのは何回も言ってますけどもね。うん、無駄なんだよね、こういう姑息なさね、ロイヤル言論統制、ロイヤル世論誘導、バレてるからやめとけっつーので、そっとしといてほしいって、まあそういうつもりがあるのかどうかわかりませんが、もしそうだとすればね、そもそもマスコミでこう記事にね取り上げんだよ。じゃあもう全く音沙汰ないね、どこでどうしてるのかわかんないみたいな、むしろ心配の声が上がるぐらいほっとけばいいんだよ。うん、またなんかこうね、うん、しょうもない日本国民をこう舐め腐ったような、こういうね、このしょうもない記事を垂れ流してくるから、逆にね、反発招くっていうのはわかんないんだよな、やっぱりな。で、今回何かっていうとね、内容自体はもうどうでもいいんですけども、なんかこう眞子さん垢抜けたねみたいな、そういう話まあ、小室眞子さんのこのファッションっていうのかな、うん、さすがセンスみたいな、インペリアルファッションセンスみたいな、そういうことを言って、どこだっけ、フランスとメディアが、小室眞子さん可愛いみたいなね、お綺麗ですみたいなことをね言っていると、っていうのを日本のマスコミが取り上げて記事にしてるんで、あっけってもう見る価値もないんですけどどうでもいいんで。っていうかね、そのなんかファッションとか言いながらね、うん、その画像としてね、このまあググってもね、うん、なんだろう、お買い物デート的な、うん、あったじゃないですか、迷子になりましたみたいなと、あとその次の日のなんか様子、あの辺からね、その新たななんかその二人の様子みたいな、そういうのは一切上がってきてないんで、だからこそ余計あれかな、うん、特になんか改めて取り上げるまでもないんであれですけどもね。ね、我々日本国民が言ってるのはそんなことじゃないんですよと、全くそんなもんには興味ないんですよ。うん、服装がどうしたこうしたなんてさ、ね、生活費、あとはまあそうだな、まあそのゴールドディガーさんのね、この留学の時のこの学費に関わるお金、そう、お金ですよ。税金のね、私的な、この、だって、ね、結婚会見で、民間人のね、この借金問題、民事に思いっきり介入してました、主導してましたって言っちゃったんだからさ、ね、じゃあ本当に税金使われてなかったんですかって、使われてましたよねって、だって収入ないのに、うん、ね、だって仕事がしてないってことは収入が発生してないんだからさ、ね、じゃあその家賃どうだったんですかって、ね、遡るほど、どんだけ遡ったのかあれですけども、ね、じゃあだってあのね、解決金と称したね、うん、お世話になった人にね、恨み言を吐いてね、ね、無礼なセリフを叩きつけてその立ったっていうね、あれだってじゃあ一体誰がどうやって金用意したんだよっていう話ね、何の説明もないじゃないですか。税金を元にしたっていうお金でしょ。うん、だって小室圭さん仕事してねえじゃん、貯金なんかないよな。まあこの秋篠宮家とね、この宮内庁はこのね、この日本のマスコミ使ってね、うん、多分今後もこういうね、なんかこう薄い白々しい記事を投下させてくると思うんですよ。うん、大体こんなこと繰り返してさ、ね、何の説明もせずに、ね、日本国民が納得して、ね、ああ、そうだったんですか。ね、いろいろ大変だったんですね。今じゃあ一般人夫婦として、ね、苦労しながらもニューヨークで頑張ってらっしゃるんですねって、ね、誰が思うんだよ。無駄なことを。で、こんなことをずるずる、ね、この今年もそうだし、ね、年明け早々もね、多分こんな調子で行くんでしょ。ああ、でもあれか。1月はこの皇室の方のね、うん、イベントが目白
白押しだからね。まあなんかこのその忙しさでね、このなんか忘れ去られるような格好で放置されるのかな。でなんだかんだ言いながら2月になってね、さあいよいよニューヨーク州司法試験どうすんのっていうところで、どうね落としどころね、どう持ってくるつもりなのかな。ねだって仕事はだってとりあえずなんかね金払って事務所に在籍はしている風にはしてますけどね、仕事してねえんだろ、稼ぎもねえんだろ、で勉強してる風でもないじゃん。でそもそもだって働く必要がないんだから、収入はもう確保できてんだからさ。え確保できてますよね、秋篠印のロイヤルキャッシングですよ、ね、無期限無制限じゃないですか。んなニューヨークで弁護士なんて、そんなねもう大変なところで仕事するやつじゃないでしょあいつはね、だからディガーさんって言われてるんだからさ。だからそう考えるとまあ受験はしないと。でいろいろ言われてますけど、そもそも卒業もしてねえんだし、ていうかもう2年目以降学校に通ってもいねえだろうと。だからこの辺はなんかこうチート聞かしてごまかしただけだろうっていう話は僕も何回かさせていただきましたけども、まあそもそもだからね受験資格もないとね。だから1回目も受験もしてないと。だこれも金払って受験はした格好にさせてもらったのかもしれないしね。でもまあ結果的にはほらね、受けて滑ったのか受けてないからそもそも合格はありえないのかね。何にせよねニューヨークのこのね、あの弁護士の資格は取れなかったわけじゃないですかね。だから2回目はどうすんだっていう話ですよね。あのどうすんだっていうか、受かるかな受からないかなではなくね、我々が考えてるのはどうごまかすかなですよね。でそもそうよ、だってどいつもこいつも嘘つきばっかなんだもん。でこう事実をもとにね、この指摘ね批判されると逆ギレしてね、デマを元にした、てめえらが嘘つきのくせに日本国民に対してデマを元に誹謗中傷だってよく言うよな、本当今思えばっていうやつらですよね。そりゃ幸せでしょうよとね、ファッションだって洗練もされて当然じゃないですかね。彼らには日本国というとてつもなくでかい財布があって、資金は潤沢ですからね。我々日本国民を踏みつけにし築き上げた幸せなんですよね。まあ、この日本のマスコミはさ、このなんちゃらロイヤル言論統制ね、この秘密協定で全く動けないみたいなんでね。まあ海外のマスコミにはね、ぜひこの小室夫妻のこの不正疑惑の解明をね、まあ疑惑の解明のために頑張ることはないと思いますけど、結果的に彼らからの情報、まあ画像なりなんなりがね、我々日本国民の目には彼らとはね違う捉え方をするね。お何やってんのあいつ、税金使って相変わらず遊びほうけてんじゃんっていう、そういうこと。まあそのね、この情報入手ね、もうだって日本のマスコミはもうポンコツすぎて何の役にも立たないですからね、頑張ってもらいたいですよね。海外メディアね、デイリーメールを筆頭にね、奨学金もうさんくせえわね。でなんだっけな、どこだっけ、これもなんか嘘か本当かいまいちね、僕はあの定かじゃないんで話半分ぐらいにしか捉えてないですけど、なんかドイツ発信でね、日本政府がねこの夫婦のためにね就業先と契約をしたとかなんとかって話もありましたよね。ね、でまあほら8億円がね計上されて、とりあえず当面は生活安泰みたいな話も出てきてるし、税金をさ何だと思ってんだって話ですよね。まあこの夫婦は多分ね、ねこれこれこうこうこうしたいから、こういう生活したいからね、いくらよこせとかね、多分言ってはいないと思うんですよね。言ってはいないけど、結局周りがさね、秋パパ筆頭にね、秋篠宮家宮内庁で日本政府で外務省領事館かな、ね結局なんか変に気使ってじゃないけどさ、いいように先回りしてね、まあとりあえずこれぐらいお金あれば大丈夫かなね、変な行動を取らないからみたいな、もうだから相当握られてんだよね。何やってんだかですよ。いやだからそのせいでさね、秋篠宮家とかね、この宮内庁がね、とんでもない目に遭うのはそれはもう全然構わないんですけども、他の皇室皇族の方々に迷惑かけないで、プラスね、ここが一番我々日本国民にとっては重要ですけどね、国民がこう納めた納税したこの税金をね、私的にね不正に流用しないでもらいたいんですよね。いやどう考えたって疑わしいじゃないですか。いやこれはもう明らかにしてもらわないと困りますよ。説明責任僕はあると思いますけどもね。ね、だいたいさ、複雑性 PTA どうなったの、治ったの、日本脱出したとなんないもう全開したのかな、そんな簡単ななんかそういう話じゃん。税金どっぷりのさね、このロイヤルビップ生活絶対させちゃならないと思いませんね。30歳だろね、元皇族だろうがなんだろうが自立して生活設計ぐらい立てろよ。それができるから一緒になったんじゃねえのかよ。国民の税金をね使うんじゃねえよと。まあ一応の職員の皆さんもそう、どいつもこいつもグルになってっからなね。我々日本国民だけですよね。なんかもう好き勝手にね、いいように税金使われてさね、それどうなってんですか、おかしくないですか、説明してくださいよって言おうもんならね、誹謗中傷だってぶち切れられて、まんまとアメリカ逃亡成功ですよ。なんだろうなね、国民に寄り添うどころの話じゃないですよね。何の秋篠宮皇嗣殿下なんですかね、本当に。このデイリーメールみたいに、この海外メディアのこのね、この海外の記者の人たちはさね、日本国内にこの展開されているような
この美化報道ね、こういうねもう腐った記事とはもう全然違うところでさね、もうなんかこうパパラッチでも何でもいいですから、もうバンバンこうすっぱ抜いてもらいたいですよね。うん、だってこの二人はね、日本ではね一般人になりたいとね、皇室皇族の身分を捨ててね、税金湯水のごとく使って一般人になりすましてるね、うん、なんちゃってロイヤルビップセレブリティ生活を送っているね、とんでもない夫婦なんで。だって会見では記者の質問全く受け付けなくてさね、国民を罵って罵倒して言いたいことだけ言ってアメリカに逃げた奴らですからね。え、違います？で、その横で旦那は旦那でさね、うん、自身の疑惑については一言も話さずね、ヘラヘラ薄ら笑いね浮かべていただけ。うん、で、私は孫様を愛しますね、うん、寝ぼけたことを言う始末ですよいい度胸だよな。うん、で、にもかかわらず未だにね、例えばこの外務省のね、うん、老権なんかに守られて日本の税金でね、のうのうとねセレブリティ生活を送ってる状態ですよ。こんな状態いつまで許すんですかね、え、とんでもない話なんですよ。でも日本のマスコミはさね、このロイヤル忖度だからね、一切報道しない、真実は報道しないんでね、報道しない自由を行使してるんで、まあだからあれですよね、あのぜひね、海外メディアの記者の方はね、遠慮なく容赦なくバンバンすっぱ抜いてね、このなんかぶちまけていただきたいですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。